皆さん、こんにちは。日本女子バドミントン界に新たなヒロインの登場です。世間に可愛いのバレるね、ブームが来そうとネット上で話題をかっさらっている選手、そして綿菓子ペアを解消した新婚ホヤホヤの渡辺雄大選手と新パートナー予定でもある選手、世界を制した18歳が早くも話題となっています。今回はその今話題の選手についていろいろな情報を集めてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。パリ五輪バドミントンの混合ダブルスで銅メダルに輝いた渡辺雄大、遠野有紗の綿菓子ペア、帰国後は連日のテレビ番組出演で愉快なトークを繰り広げ、渡辺雄大選手の電撃結婚報告も飛び出すなど話題に事欠かなかったのですが、その後のペア解消の衝撃ニュースが最大の驚きとなりました。8月16日に13年間続けてきたパートナー関係の終結を発表します。20日から開催されるダイハツジャパンオープン2024がラストステージになることが明かされたのです。遠野有紗選手は女子ダブルスに転向する意向で、渡辺雄大選手は新パートナーと混合ダブルスを継続することが決定しているそうです。そんな中、9月7日から鳥取で行われる第67回全日本社会人バドミントン選手権大会の対戦表に渡辺雄大選手の新たな相棒の名が記されていました。バドミントン界期待の新星で、現在18歳の田口麻耶選手その人です。宮崎出身で柳井商高校ではキャプテンを務めてインターハイ女子団体の3連覇に貢献した実力者でもあります。高3だった2023年10月にアメリカで開催された世界ジュニア選手権女子ダブルスでは、玉木彩選手とのコンビで見事優勝を飾っています。今年4月からは最強銀行のアクト最強に正式入団しました。165センチという体格を誇り、パワーとスピードを兼備する注目のレフティーです。以前からファンの間では類稀なルックスと透明感でも人気が高く、渡辺雄大選手とペアを組みそうだという一報が流れると、ネット上は騒然となっていました。これは意外すぎた。マジでか。混合に来たのか。めちゃくちゃ可愛いね。一気に注目浴びるぞ。世間に可愛いのがバレる。ブームが来そう。左利き同士のペアがどうなるか楽しみ。などなど、様々な意見が書き込まれています。正式にペアを組んでいくのかどうかは現時点でわからないのですが、ひとまず初披露となる予定の全日本社会人選手権で綿口がどんなパフォーマンスを見せるのかに注目が集まっています。9月の鳥取はバドミントンのホットスポットとなりそうです。山口県周南市のバドミントン女子チーム最強アクト最強の田口麻耶選手、昨年11月から今年2月、国内トップの SJ リーグで全5戦にダブルスで出場し、日本代表も下して全勝、新人賞に輝きました。高校卒業を間近に控えた今年2月末、今後の選手生活や目標とする2028年ロサンゼルス五輪への意気込みなどを聞いたインタビュー記事が残っています。新人賞はリオデジャネイロ五輪金メダリストの松友美咲選手や、オグシオの愛称で知られる小倉久美子、塩田玲子両元選手も受けた賞です。そのことについての心境を問われると、試合を重ねるたびに勝って5戦とも勝てた、新人賞を取れてよかったという気持ちもあるけど、全勝できたことが素直に嬉しいとしています。全勝できる自信はあったのでしょうか。田口麻耶選手は、全然なかった、とにかく一試合ずつこなしてチャレンジしようという気持ちが大きかった、勝ちにこだわる前に楽しもうと思っていた。社会人のプレースタイルは高校生と全然違う、パワーや体格の差が大きい、簡単に勝てるとは思っていなかったと率直な感想を述べています。第2戦のヨネックス戦では、昨年末の全日本総合選手権を優勝した宮浦玲奈選手のペアと対戦しました。球や動きのスピードが違った、宮浦さんはとにかく前に出てくるスピードが速かった、自分が簡単に相手の前方へ落とそうとした球を返してくるのでプレッシャーを感じた、でもチームの先輩たちが先に2勝し勝負を決めてくれていた、自分たちは気が楽になり思いっきりいけたと当時の心境を語ります。ここで将来の動きについて、2028年のロサンゼルス五輪での金メダル、今は女子ダブルスを考えているが、
高校の時に混合ダブルスもやっていた。両方を睨んで見極めたいと述べていました。2023年11月1日、山口県周南市を拠点に活動するバドミントンチーム、アクト最強に入団を決めた田口真也選手が、入団会見で山口県に恩返しをしていきたいと意気込んでいました。山口県で自分はたくさん支えてもらったので、その山口県に恩返しがしたいという気持ちが強くあったので、山口県に残りたいって気持ちが強かったです、と語っています。山口県を第二のふるさとと語った田口真也選手。目指すのは、オリンピックの舞台です。当時の田口真也選手は、ダブルスでロスオリンピックは目指したいですし、バドミントンだけではなく、人間性が大事になってくると思うので、周りの選手からも応援してもらえるような選手になりたいと思います、と今後の抱負を語っていました。これら一連のことについて、ファンは次のように語っています。スポーツに年の差は関係ないと思いますが、どんな意図でこのペアを考えたのだろうか。若手の育成なのか、強いペアになることを確信したのか、それとも話題性なのか。バドミントン界は予算がなくて、オリンピック前の合宿か遠征を削ったような話がありましたよね。それを考えると、注目を集めるようなペアを作ってスポンサーを募る意図もあるかもしれない。どんな意図であれ、ご活躍を期待しています。田口選手が女子ダブルスにもエントリーしていますね。とりあえずはいきなりミックスでオリンピックを目指すというよりは話題作りの面が大きい気がします。実際あちこちで取り上げてもらっていますしね。今後は所属チームの違いもあり、どうなることやら。特に監督やコーチが違うというのは、練習やゲーム作りも変わってくるわけで、コーチが別なチームに移籍するから選手もそこについていくということもよくあるわけで、確かに若い女子というのはキャッチーではありますが、それよりこれまでバドミントンではなかったような所属が違う選手同士のペアが組めるようになったのかどうかを知りたいです。メダルを取った女子と混合はどちらも同じ所属。この度エントリーで明らかになった渡辺選手と遠野選手のペアの相手はそれぞれ別の所属。田口選手を渡辺選手と組ませるのは将来オリンピックへ向けての育成でしょう。メダリストと組むことで若い田口選手は得るものが大きい。渡辺選手も先輩だった相方と違い、自分より若い選手と組むことでいろいろな気づきがあると思う。双方にとってメリットがあるペアかな。将来性を考えて、話題性を重視して、など様々な意見が聞こえてきますが、とりあえず次回の初陣には注目が集まることでしょう。さて、バドミントン混合ダブルスで渡辺雄大選手とペアを組むことが予定されている田口真也選手。彼女はネット上で可愛いと声が上がるほどのルックスとキラキラした笑顔が印象的です。一体どのような選手なのか、もう少し掘り下げてみたいと思います。田口真也選手は宮崎県日向市立七谷東小学校に通っていた幼少期、最初はサッカーに興味を持っていたそうです。しかし姉がバドミントンを始めたことをきっかけに、彼女も小学校1年生からバドミントンを始めます。驚くべきことに、バドミントンを始めてわずか1年後、全国大会で準優勝を果たしています。この結果からも彼女の運動神経の高さがうかがえます。中学卒業後、田口真也選手は山口県の柳井商工高校に進学しました。異例の高校1年生の秋からキャプテンを務めた彼女は、団体戦でインターハイ3連覇、春の高校選抜では全国優勝という輝かしい成績を収めました。また U19 の日本代表にも選出され、2023年10月の世界ジュニア選手権ではダブルスで世界1位に輝きました。しかし決して順風満帆であったというわけではありません。なんと田口真也選手は左膝の半月板断裂という大怪我をされたことがあります。それにより手術、入院し、個人戦の選抜に出場することができなかったのです。2ヶ月間のバドミントンからの離脱により、体の感覚を取り戻すに時間がかかり、バドミントンをやめたいと思われたこともあったそうです。最後に、一部ネットの中では同じくバドミントン選手の谷岡大吾選手と付き合っているとの声があるようです。これに関しては、過去にアジアジュニア選手権で谷岡大吾選手と田口真也選手のダブルスがあったため、そういった噂が出たのではないでしょうか。現在のところ
具体的な情報はまだ出ていないようですが、デマの可能性が高そうです。いかがでしたでしょうか。今回は女子バドミントン界の新星田口真也選手について深掘りしてきました。高校時代からすでに内定選手として活躍していた彼女は、今後もチームの中心選手としてその実力を発揮し、いずれ日本代表の一角を担う存在として成長してほしいものです。彼女の活躍からますます目が離せません。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。